いや、マドリーの時、ね、いいじゃん、はい、いいじゃん、マドリーって言ってたけどさ、だし、多分、ね、今回のハヤトとの収録、いろんなとこでバドカの愚痴垂らしまくってるけど、ほんとゴミですよ、ゴミ。クソ、ゴミ。まあ、そうですね、外野から見てたら面白いですけどね。いや、ほんとに、いや、チャンピオンズリーグ、正直、マジでチャンピオンズリーグ取れれば、はいはい、このクソなシーズンも8割良かったシーズンに変わるんだけど、まあやっぱそこですね、うん、まあ D がね中段までなんだかんだ首位キープしてたし、はい、だからこそ最後11試合でひっくり返されたことによってよりクソなイメージになってるしだからあとはまあアルトゥールの件に関しては正直はい、バルサ側から見ても本当にむちゃくちゃだなって思うし、結局キャニッチが来たことに対、はいはい、キャニッチを取ったことに対してじゃないで、アルトゥールに対する対応が本当にあまりにも残酷というか、はい、ひどすぎるというか、そうですね、さすがにそうですね。結局アルトゥールってのはなんか FFP の絡みでしたっけ？ FFP じゃないで、あれは。なんか、なんだっけな、なんか、この話、別個でやってんだけど、はい。そう、収支を合わせる動向で、6月30日までに売り上げが必要だったんだよね、一定数の。そう。ああ、そこだったんですね、やっぱり。で、売り上げは一括で帳簿に載せれるんだけど、出ていく移籍金は分割で出てくんだよ。はい、だから、お金は7000万ユーロ入ってきてないのに、帳簿には7000万ユーロ入ってきましたよって記載できるんだよね。はぁ、あ、はぁはぁ。だから、そういうのの絡みとかで、アルトゥールを売ったんだよ。でしかも、だから、一定の金額が必要だったから、コーチーニョとかデンベレとか売ったって金になんないし、今。だし、コーチーニョとかデンベレはまだ移籍金を払ってる段階だし、なんか、あ、そうですね、取った段階から1年ごとに、こう、なんだっけな、契約年数、移籍金割る契約年数だか、なんかで、はいはい、価値が落ちてくっていう計算の仕方をするらしいんだよね、帳簿上。あ、なるほど。で、次に選手、その選手を売るときに、例えば5000万ユーロで取った選手を、5年契約の場合は、1年ごとに1000万ユーロずつ価値が落ちていくっていう考え方、帳簿の付け方かなんかをするらしいんだけど、その選手を、じゃあ例えば、1年経った段階で3000万ユーロで売っちゃうと、1000万ユーロの赤字になるらしいよ、単純に。ああ、なるほど。だから、デンベレもコーチーニョはまだ取って時間も経ってないし、あいつらは単純に移籍金が高すぎるから、取った時の。はいはい。だから、どうあがいてもプラスにできないんだよね。ああ、確かに。1億ユーロ近い金額で売らないと。はい。けどさ、今のこの状況でさ、誰もコーチーニョもデンベレもさ、1億ユーロも出してくれないよ。そんなことしてくれるのは、多分、バカとアホだけで。そうですね。ぶっちゃけ、はい。本当に。で、だから、カンテラーノを売るっていう話もあったんで、あ、だから、はいはい、バルサはカンテラーノがいっぱいいるから、なんだかんだそうですね、手っ取り早くお金を作ろうと思ったらカンテラーノ売ればいいの。それはマドリーもそうなんだけど、はい。でもハヤト覚えてるかもしれないけどさ、冬にさ、カルレスペレスをバルサローマに出したじゃん、無理やり。ああ、はい、はい、無理やり出したじゃん、あれも。そうでしたね。あの時に相当叩かれたから、フロントは。はいはい。だから、売れるカンテラーノで言ったら、セルジ・ロベルトとか、プッチとか、ファッチとかいたんだけど、正直お金になるカンテラーノで言ったら。あそこら辺をまた売ると、とんでもない騒ぎになる可能性があったから、売れなかったんだよ、はい、あそこら辺は。開催を守るために。だから、はい、消去法でアルトゥールしかなかったんだよ、バルサはあれ。あー、なるほど。正直。だから、ラキティッチとかビダイルでも、大したプラスにならないから。そうですね、もう。あの選手たちはもう移籍金も払い終わってる。だから、次売った時は単純にプラスが入ってくるけど、もうラピティッチもビダルも3000万ユーロとも売れないような選手だから、年齢が年齢だから。そうですね、はい。
だからアルトゥールしかなかったんだよね。あの、残酷な話。まあ、そうなんですね。結局フロントが無能ってことで。そうです。無能です。奴らは。でも、今出たカルスペリスってあれローンじゃなかったですっけ？一応ローン。完全でした。一応ローンですよね。はいはい、一応ローンだけど、買い取られると思うよ、俺多分。だって1100万ユーロで買い取れるんだよ、カルスペリス。買い取るでしょ。よっぽどお金ない限り少ないと。そうですね。はい。あ、そうなんですね。さあ、バルサの今季、もしシエ、まだこれシエル、さあ、ナポリに勝った段階だから、で次がバイエルンだから、はい、もう俺は負けた体で話すけど、バイエルン。多分勝てないと思うから、はいはい、俺は、ね。はい。あの、CL、バイエルンにどうやられる気がするっていうのは、あの、CL 編で話してるから、そっちで聞いてほしいんですけど。そう。だから、本当に明るい話題は俺2つしかないと思う。バルサ今年このまんまだと。1個は、サティとプッチとアラウホがトップチームで行ってやれるっていうところを見せた。はははは。もう一個はペリコを自分たちの手でセグンダに突き落とした。この二つ。そこですか。この二つだけです。スーペルコパ負けたのなんか俺は正直どうでもいいの。スーペルコパなんてあれ公共ゲームだから。で昔みたいなガチのカプテンじゃ、ガチっていうかそのね、マジのタイトルレースじゃないからさ、あんなやり方でだから。はい、そうですね。あれは俺は別に正直どうでもいいと思うんだけど。スーペルコパね、シーズン中にサウジアラビア行ってさ、傷を負って帰ってきすぎでしょ。なんであんな1試合であんな傷を負って帰ってこれんだよ、あのチーム。すげえよ、逆に。いやー、あの開催方式は謎ですね、結構、はい。ね、だってさ、マドリーが参加してんのもよくわかんないしさ、正直言って。ぶっちぎり、マドリー、うん、マドリーとアトレティコいるのも、マドリーとアトレティコいるのもよくわかんないしさ、正直言って。はい。はい、いや、まあ、別にいいの、それはもう。正直言ってね、はい、あの別に誰が取ってくれようがいいんだよ、スーペルコパなんか俺からしたら。もう正直言って、だって、あんなさ、アトレティコのあの1ゲーム、たった1ゲームだよ。たった1ゲームでさ、はい、スアレスが壊れて、監督を失って、で、挙句の果てに、シャビに公開処刑されて、あのたったの1週間、2週間で。どんだけ傷を負って帰ってくるんだよって話だもん。お正月早々。そうですね。シャビに断られたらめちゃめちゃおもろかったですね。あ、で、バルサ、去年の夏、しれっとプジョルにも振られてっからな、実は。ああ、なんかはい、ありましたね。スポーツディレクターのオファー。でも、シャビとプジョル、なんで断ったかって、あれなんだよ。うん、来年の夏の会長選で、バルトメーの対抗馬で出てくる候補者。と組んでんだよね、もうて。ああ、なるほど。で、その候補者の公約が、シャビを監督にして、スポーツディレクター、プジョルにしますよっていう公約が。強い、それは。胸熱だよね、マジ。激熱で。そうなったら、ビクトール・バルデスも帰ってきてくれる、きっと。ああ、バルデスですね。バルデスはちょっと、早とちりしたな、あれ、バルサ帰ってくるの。ああ。まあ、そこで変わってくれればいいですけどね、バルサのフロントが。うん、あら、あれだよね。こう、クライフは違うけどさ、こう、オランダ人がさ、一定の影響力を持ってるときって、バルサ大体クソなんだよね。ファンハールのときもそうだし、はい。で、今さ、カンテラの責任者がクライファートなんだよね。あ、そうなんですよ。クライファートフロント入ってるんですね。パトリック・クライファートが今カンテラ入ってて。で、クライファートと喧嘩してビクトル・バルテス出てったんで。ああ、はあはあ、なるほど。だから、あ、OB といえどオランダ人が関わってるとバルサはダメなんだなって思う。なるほど。うん。だしね。あ、そうです。あんだけアヤックスと強固なさ、提携組んでさ、はい、あっちのフロントでオーフェルマルスを送り込んでさ、はい、オーフェルマルスだってバルサの OB だから、はい。ね、あんだけディリフト、フレンキー、世界中が欲しかった2人を2人ともゲットしちゃおう作戦をさ、
結婚して何デリフトス逃してんだよって思うしさ、去年の夏に。そうですね。はい。ね。何のためにデリフトを取りに集中するためにフレンキー冬に取ったんだよって思うし、来たのは夏だけど。そうですね、なんか2人とも取るみたいな噂になってましたね、うん、何グリーズマンに1億2000万ユーロ突っ込んでんだよ。はい、お前突っ込むとこちげえよ、マジで。いや、グリーズマンは、ね、いらなかったし、はっきり、はい、はっきし言っていらなかったし、あのグリーズマン俺好きだから、好きだからこそ俺はアトレティコにいてほしかった。アトレティコも好きだから、はい、バルサに来てほしくなかった、グリーズマンは。会うわけがないし。なるほど。ポジションにシクリズマンの適正な、まあ、あそうですね。まあそして、ね、バルサこそポストメッシュをそろそろっていう感じですよね。本当だよ。で、まあ、どうするんですかね。バルサ前にいろいろ話してるけど、これ撮ってる前に直樹さんとも、はい、はい、グリーズマンに突っ込む1億2000万ユーロあったな、ラウタロに1億1000万ユーロ突っ込めよと思ったの。いやー、そうですね、確かにラウタロ。ラウタロの契約解除金が1億1000万ユーロなんで。あ、そうなんですね。うん、で、インテルともうインテルが交渉の席つかなくて、インテルは契約解除金を持ってこいの1点張りだから。あ、はいはい。で、しかもインテルの交渉相手マロッタなんだよ。あの、ユーベにいた。あー、なるほど。だから、今のあの、交渉ベタなバルサのフロントで、あの、解き捨てれるわけがないんだよ、マロッタを相手に。はい、しかも、インテル別に特段お金に困ってるクラブでもないし。はい。これがね、あの、財政難でさ、お金が困った時のインテルだったら、モラッティの最後みたいに。ああ、そう、だったらもうそうですね。だったら、はい、多分、さ、交渉でいくらでもなったと思うんだけど、そうじゃないから、今のインテルって。はい、そうですね、はい。うん、まあ、用意するまではっていう感じですね。満額、うん、ね。ポストメッシュもそうだけど、ポストスワレスもだし、ね。いや、そうですね。で、まあ、ね。トリンコンとか来るけどさ、でトリンコンも3000万ユーロで取って、この夏も、はい、この夏から合流だけど、もうこの夏すでに6000万ユーロのオファー受けてるとかって出てるから、まあ、いい買い物したのかなとは思うけど。はい。ねえ。もう、アルトゥール売っといて、これ以上選手売らないと、もうこれ以上選手取れませんって、何ふざけたこと言ってんだって話。そうですね。まあ、あの、ペニッチ来るからいいんじゃないですか。あ、まあ、いや、別に俺、ペニッチ来ることに否定的ではないのよ。はい。年齢とかはあるけど、まあでも、ペニッチはね、ペニッチですごいいい選手だと思うから。はい、いいと思うけど、でも、ね、どっちにしろ中盤人数多すぎだろ、ポジションに対してって思うし。確かにですね。あの、根本的な状況改善には俺何もなってないと思うんだよね。いや、まあ、そうですね。年齢も年齢ですし、アルトゥーに比べたらやっぱり。うん、そう。ただただ、あの、スカッドの、そうじゃなくても平均年齢高齢すぎって言われてる、高齢化をさらに加速させるっていう、はいはい、あの、ねえ、サカツクでも誰もやらないようなクソスカッドを組み続けてるからさ、はい、スタメンの平均年齢30ぐらいですよね、多分。おー、いや、もう本当に平均年齢30歳やれるよ、来シーズン。いや、ねなんかエリック・ガルシア一人取ってこれねえって、うん、一体どんだけてめえら金ねえんだよって話だし。はい、なんかちょくちょく若手 取ってるなってイメージあったんですけどね、マウコムとか、とあのトリボとか、ま、マウコムいったねマウコムなトリボとかなんか若手をちょくちょく取ってるなってイメージあったんですけど、いつの間にかいないですもんね。いや、トリボは一応いるから、まだ。あ、トリボローンですか。ローンだよ、一応。どうなんですか、完全意識、トジボがなんか完全意識望んでる風じゃないですか、でも。いや、うん、半々。なんかでもだって、バルサいたってゲーム全くベンチにも入れてもらえないじゃん、はい、みたいな。はい。
だもうちょっと状況が改善するならバルサ残りたいけどみたいな、トリボは。なるほど。でもトリボ売れそうだから試合に出たいみたいな、うん、でもフロントは出場機会なんて考えてないから、トリボえオファー来たら売りますよみたいな。えお金になるんですよね、売ります売りますみたいな。だってトリボもフリーで取ってるから確か。あ、フリーでしょ。500万ユーロぐらいだか。すげえ格安なんだよ。だからもうどう売ったって絶対プラスだから、トリボも。多分。あの、よっぽどあのバルトラをドルトムントに売った時みたいに600万ユーロとかで売らない限りね。プラスだから基本的に。ありましたね。はい。びっくりしたよ、あれも。サンドロもびっくりしたけどね。サンドロ・ラミレスですか？うん。サンドロをマラガに出した時の売り方知ってる？あ、はい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 。態度がよろしかったから、契約解除しました。はい、聞いたことねえよ。態度良かったから契約解除しました。で、要はフリーでポーンと上げたってわけですよね。そうだよ。で、その1年後、サンドロ・エバートンに売れとんやけん、マラガ。ああ、そうですね。だし、ムニルもびっくりしたしね、バレンシアに売ったときに。ムニルも255万ユーロとかで売ってんで。255万ユーロって何？ 255? 桁ゼロが1個足んないだろ、みたいな。え、マジですか、それ。そうだよ。そこまで、深い話しながら、255万。で、その売り方をした直後の、直後っていうか、その後の、あの、はい、カンプノーであったラリーガのバレンシア戦でムニルに点取られるっていう皮肉っすね。勝ったけど点取られるっていう、はいはい、ムニルに。でムニルに頭下げられるっていう、ごめんなさいっていや、こっちがごめんなさいって感じですよ。その試合俺カンプノーで見てて目の前だったの。ちょうどゴール裏の2階にいて俺で、バレンシアが攻めてくる方向がその時間帯ちょうどそれで、はい、は何これって思ったもん、俺、ムニル見てて。で、あれだよ、アンドレ・ゴメスはうろうろしてんだよ、バレンシア相手に。なんだこれって。アンドレ・ゴメス。3500万ユーロ払ったセントラで使えず、255万ユーロで売ったカンテラーのセントラで、何見せられてんだ、これ。あ、なんかいましたね、アンドレ・ゴメスも。そういえば僕は、ゲームの FIFA で、ミナ使ってますよ、センターバックの。あ、ジェリー・ミナーミナーいたね、はい、ジェリー・ミナーエバートンはね、バルサのお得意さんだからね、今。アンドレ・グロメスもディーニョもミナも買い取ってくれたから。ディーニョもいましたね、そういえば。そうだよ、そうだよ。みんな買い取ってくれちゃうんだから、バルサの不良債権。ウンチキのデンベルとコーチング買わねえから、エバートン。さすがに、これになると年俸がしんどいでしょ。アンチェロッティ買ってくんねえから。で、ついでにアンチェロッティにハメス買ってもらえばいいじゃん。ハメスはですね、まあ、ちょっと話ずれるんですけど、まあ、うん、結構アトレティコの噂が、ね。大きいですね、今。はい。まあでも。まあ、ハメス好きなんで、アトレティコには行ってほしくないですけどね。アトレティコ行ってもポジションねえだろ、絶対。トップしたお金んだから、あのチーム。まあ、ないですし。だし、ハメスが、ジエゴ・コスタたちみたいに走る想像がつかないんだけど、守備。ああ、絶対走らないですね。シメオネに言われたとしても。無理だよね、絶対。はい。まあ、シメオネはでもアトレティコのサッカーをちょっと変えたいんだろうな、そろそろマジで。ああ。なんで、ハメスはまあなんか、まあ、幸せになってくれって感じですね。いや、まあでもちょっと、あれだけど、まあでも本当に、ね、だって、みんなアルツールを売ったことに、おいってなってるけど、はい、これも前の時話してるけど、気づけ、ククレジャも売られちゃったからなっていう。あー、ククレジャですね。ヘタフェでしたっけ、そのまま。完全移籍で売っちゃったからなっていう、ヘタフェ。おー、確かにそうでしたね。だって俺、それも本当によくわかんないもん。なんで去年ジュニオールフィリップを連れてきてさ、クク出したのって思うの。あー、確かに。絶対俺、ククの方がいい選手だと思うもん。まあ今基本的に1列前だけどさ、クは。はい。にしたってさ、ね、ジュニオルフィリップ使えねえじゃん。はっきり言う。そうですね、結局ジョルディアルバですもんね。あのお目にもならねえ。結構積極的に使ってたけど、この1年。あは。
だって、ジュリアン・フィリポだってあれ2000万ユーロ払ってんだよ。2000万ユーロ。いくらだっけ、そこら辺の数字、確か2000万ユーロとか3000万ユーロぐらい払ってんだよ、あれ、はい。あ、でもなんか、ベティスかなんかのエメルソン取ってますよね。また。あ、なんかエメルソンは、エメルソンはあれなんか、よくわかんないんだよね、あれ。保有が誰なのか。なんか、バルサに呼び戻すには600万ユーロをベティスに払うとか。あれ、僕が知ってる限りだと、結局、取って、そのままベティスにレンタルで行って、保有権 50%、50% みたいな感じでは、聞いてるんですよね。あ、共同保有なのか。はい。ああ、そういうことか。それって僕は。でも、エメルソンも、ベティス残留か、はい、バルサに呼び戻されて即放出かの2択。まあそうですね。バルサ残留は共同保有ってことは。なのに、ははは、右サイドバックは補強しようとし、よくわかりません。しかも補強に上がってる名前が、はい、カンセロか、聞いて驚くな、デシージョ。デシージョ取ってどうすんだよ。あんなに使えねえ、いやもう使えねえとか言ったら怒られるわ。あんだけ、いや、てか、デシージョってぶっちゃけさ、守備のサイドバックじゃん。はい。まあ。無理だって、デシージョじゃん。いや、それこそ、ハキミ連れてこいよ。一応ハキミ、買い戻し条項はつけてるんで、やっぱり。あ、ついてるのか。買い戻し条項か、カーの優先権ですね、交渉する。あ、まあ、確か、レアルは、はい、もうチームとして若手出すときは つけるようにしてるみたいで、うん、ハキミもついてます。マドリーはどうせバルサが欲しがりそうな選手出すときはね、小賢しい条項つけて出してるから。いやいや、うまい、フロントがうまいって言ってください。あ、そうなんだよね。そう、その通りなんだよ。その通りなんだよ。フロントがうまいんだよ。本当に。本当に都会したたかだと思う。マドリーはマジで。羨ましい。だって、ディマリアがユナイテッド出したときだってさ、はいはい。なんか、事実上バルサに放出禁止条項みたいなのつけてたじゃん。ああ、はい。ありましたね。ディマリアは結構行きたいみたいな感じありましたけどね。うん。メッシいたから、いるからな。はい。ね。ディマリアだって、あの時のディマリア欲しかった。絶対欲しかった。ディマリアは今でもいい選手だと思いますしね。はい、うん。まあ、元カンテラーノの日本人一人買い戻せねえようなクソクソントだから。本当に。いいじゃねえかよ。1億ユーロ払って買い戻しちゃよかったんだよ、あれ今考えで。あ、そうですね。今だったら安いもんですもんね。うん、1年前はこんなことしなくてよかったんだとかって俺ツイッターで強がってたけど、だって、はい、もう15倍ぐらいになってるでしょ、市場価格多分。単純にそうですかね、そんな言ってますこの1年で10倍ぐらいにはなってるでしょ。ほうほう、それはないか、さすがに。あ、さすがにないわ、それは。500万ユーロだったら市場価格10倍だったら5000万ユーロだから、それはないわ。当時500万ぐらいだったんですか？だったと思うよ、確か。ほう。でも多分、本当に、5倍ぐらいにはなってるでしょ、この1年で。そうですよ、そんぐらいにはいってたと思いますけどね。ため息出ますね、バルサは。いやバルサも本当にはまあ勝ってくれればいいけどさ、まあ見てて面白いんで、なんかもうちょっと面白いことしてほしいですね、バルサのフロントには。ぜひ、だってさ、この夏さ、シアゴとエリック・ガルシアどっちも残り契約1年でさ買えるんだよ、はい、シアゴ3500万ユーロで買えるんだよ、はい、この夏。シアゴは結構リバプールの話が出てますよね。だってあれだってバルサが買い戻し、争奪戦に参戦できないからだもん。ああ、なるほど。お財布にお金が入ってないから、だからあれだよ。
言ってしまえば、ビップでもねえのに、ルイ・ヴィトンに T さん短パンタンクトップで入ってって、入り口の、セキュリティにつまみ出されてるような状態で。財布持ってねえのに何しに来てんだ。はあ、はあ。エリック・ガルシアに関しては、契約更新の意思がないっていうね。ああ、そうですね。始めてるけど。なんか、だからって安売りしないよみたいな感じだし、シティは。かといって、バルサも、カンテラーノの呼び戻しに3000万ユーロ払う気はないみたいな。なんか、大体移籍金3000万ユーロぐらいに着地するんじゃねえか、みたいな、が出てたんだけど、払って1000万ユーロとか言ってんだよ、バルサ。いやー、さすがに無理でしょう感はありますね。無理だろって思うし、いや、はい、なんかそれ見たときに、いや、お前ら本当そういうとこだよって思ったの。なんでって、なんかさ、バルサのフロントってマジでさ、なんみたいな発言が出てくること超多いじゃん。あ、はいはい、今のフロント陣。なんかこう、はい、去年もさ、フレンキーの夏のお披露目の時にバルトメウがさ、ネイマールのことをガタガタ言ったりとかさ、すげえ。ほうほうほう。とかさ、あと、何だ今回のさ、カンテラーノのセンターバックを呼び戻すのにみたいな。ああ、なるほど。お前カンテラーノだから帰ってくんだろ感がすごいじゃん。なるほど、ね、結構ちょっと上から見てる感が。うん。って感じですね。いやいや、そもそもは今いないとはいえ、お前らのフロント、首脳陣の中のうちの人の失策によってあれ出てってんだぞっていう話だし、フロントの失策に元カピタンにつけ込まれてんだぞっていう話だし、エリック・ガルシア代理人プジョルだからさ、はい。あ、そうなんですね。うん。プジョルと、あと、あと知ってるかわかんないけど、イヴァン・デラ・ペンヤなんで、代理人が。初めて聞きました、その前。昔バルサにいた中盤選手なんだけど。代理人なんだよ。そう。だから、なんだろう。はい。ミスで、はいはい。やられとうことを、何をお前らまだ上から目線でやってんのって思う。だからそこら辺、そうですね。単純にやったことだけじゃないで、はい、そういう部分も含めて、クソだ、ゴミだ、つってんの。はあ、本当に今すぐにでも会長選やってほしい、正直。バルトメウムにはもうポケットまででもうとっとと赤字を全部補填してもらって、はあ、まあ、会長選いつでしたっけ。来年の夏です。待てません。あら、まだまだ1年待てません。まあ1年後っすね。楽しみにっていう感じじゃないですか。本当にもう、いや、マジでこれに関しては本当に同意してくれるクレ多いと思うよ、俺。本当に。マジで、バルトメウ続投派いるなら、おめえ出てこいって思うもん。むしろ面白いんで続投派ですね。ふざけんな。こっちとしては面白いんで、ぜひ続投してくださいって感じですよ。いや、そのまま、まずれてくれみたいな。したらそうだろうね。はい、俺だって、ねえ。で、何が面白いって、その売り時を逃して必死に売ろうとした選手たちに助けられてるっていうね。確かにそうですね。本当に。だってね、今年メッシを一番支えたのがさ、シーズンの開幕前にさ、一番売ることに躍起になってたラキティッチとビダルってどんな皮肉だよって思う。ああ、そうでしたね。ビダルとかも、うん、売りたがってましたしね。ラキティッチはセビージャに帰って幸せになってもらいたいよ、俺は。あれ、そのまま結局行きそうなんです。1000万ユーロとかって話にいたんですけど。いや、なんかセビージャはもっとできるだけ安く買いたいっぽい。あ、フリー同然の値段で買いたいっぽいけど、バルサがそんな安売りをできる状況じゃないから。なんでしょうね。欲しいみたいな。はあ、はあ。うまく。やってほしいね、あれは。そうですね、結局、まあやっぱ、もらいたいよ、俺は。まあ、この夏どう動くかですね。バルサはなんか、獲得の噂とかあるんですか？え、
お金ないのにアマゾンの欲しいものリストに物が入ってまあでも今年はまあレアルもそんな感じで、ペレス自身がもうそんなに買い物はしないって言ってますしね、今年はやっぱり。まあでも、でも言ってもさ、だってマドリーは呼び戻してこれる選手のさ、リストがもう完全にビッグクラブの補強リストだからさ。ああ、そうですね、はい。ただで、ああまあ、あの、違約金払わなきゃいけないけど、こんな強い戻すなら。あの、はい、ウデコアがいるし。そうですね。もう物になったね。あんだけ失敗、まあ、したと書かれてたの。いや、ほんとに、ソシエダでやっぱ成功したのが大きいですよね。だって完全にソシエダの今年のチーム MVP だもんね、あれ。はい。逆に言ったら、あの、コパデルレイもウーデゴールにやられた感がすっごいありますからね。そうだね。はい。ああ、うん。一個いいニュースあった、バルサに。ほうほう。あの、ベルナベウでウーデゴアに沈められた。マドリベルナベウで、ああ、なるほどですね。そう。バルサに直接良かったわけではなく。なるほどですね。もう完全にもう負け犬の遠吠え。まあ、ウデゴはもう俺好きだから、ああ、よかったって思うけど。はい、まあ。まあ、でも、日本人的にはまあ、必ずしもよかったとはなんないよね。ウデゴはあんだけブレイクしちゃうと。あ、ちょっと、はい、久保がちょっと、まあ。まあ、ただ逆に言ったら、そのウデゴール、久保、二人同時に使える起用法があるって考えたら。まあ、でも、久保の方がよりワイドだからね。そうですね、はい。だからウーデオアがこれで、だからこう、より433のインサイドハーフにこう適応していける形に進化していければ、モドリッチとアドガマはそのまんまフェデとウーデゴアでいいから。はい、そうなんですよ。でも結局、ウーデゴールもトップ下とか、ワイド寄りなんで。ね、現状がまだね。はい。まあでも、そんなこと言ったらね、はい、モドリッチとかだってもともとはよりトップ下の選手だったわけで。ああ、はい。まあ、トッテナムの時からボランチもやってたけどさ。はい。まあでも、マドリッチ連れてきた時正直、モドリッチどこで使うのって思ったもん、俺。ああ。当てはめるとこないじゃんって。だって433のインサイドハーフの選手じゃないじゃんって思ったもん、俺、モドリッチ取ってきた時。そうだったんですね、昔。うん、その頃知らないんで、全然。まあ、でも本当に俺マドリーは明るいなって思う。だって、もう、ね、5年後ブラジル人3トップじゃん。ビニシウス、ヘイニエル、ロドリゴ。ロドリゴ、はい。で、中盤、フェデ、ウーデゴア、カセミーロ、カマビンガでしょ。カマビンガもあれもまもに来るだろ。まあどう、まあ、今年は来れないと思うんですけど、そうですね。まあ来るかなっていう感じはありますね。もうあれもう事実上マドリー一本釣りじゃないかもビンが正直。まあ正直ですね。はい。出てるけど名前は。正直俺あれマドリー一択だなって思ってるもん。おお。まああと、若手出たらやっぱアセンシオ、久保もいますし。そうだね。アセンシオも25とかだもん。あの、レバークゼのハフェルツも名前が上がってるっちゃ上がってるじゃないですか。まあ結構人気ですけど、そこに関しては。いろんなとこから名前。思うんだよね、チェルシー行きますかね、そのまんま。うんうん、でも、なんか、ハセルツはマドリーに行きたいみたいな報道をちょっと見たんで。あの、マドリーとバルサの特徴って、どの選手もみんな来たいとは言ってくれるんだよ。はいはい、ああ、なるほど。うん。そこがね、多分ね、マドリー、バルサとそれ以外のクラブの違いなんだよね。それ以外のそれ。ああ、なるほど。あの、2クラブの絶対的なカリスマ性。はい。それに関してはマドリーとバルサはあの世界中どのクラブよりも多分ある意味強い部分。バルサは本当に、うん、なんか楽しみですよね。まあもうなんかどうなるかすり替えるどうこうの話じゃないもん、あれ。誰がやったって一緒だよ多分あれ。そう、バルサはやっぱフロントですかね、まずは。うん、まあ誰がやったって一緒っつったってロペテギとかエメリは来てほしくないけどね。いやもうでももう、うん、あの
どうやったってフロントは矢本に立たねえから、ちょっともうエメリとかがやって、もうボコボコにエメリを叩くと。いっそのこと。エメリだったら叩きやすいからさ。だしね、エミリーだったら負けても常に言い訳してくれるからさ。なるほど。審判が。はいはい。エミリー負けゲームの後絶対審判の文句言うから。昔から。あの、パリ対バルサの時もですか。いや、もうあれに限らず、もう昔から、ラリーがいた時から、前に。パリやる前に。そうだったね。そうなんですね。だし、アーセナルの時だってそうじゃん。審判が。ああ、はいはいはい。ずーっとそうだよ、エミリーは。昔から。昔からってなんかすげえ昔からみたいな話になっちゃうけど、ずーっとそうだよ、エメリーは。もう絶対に、自分の責任とかっていう話はしない。絶対に審判のせい。絶対にそう、エメリーは。な、俺、エメリーがビッグゲームで負けた後のコメント見なくたってわかるもん。審判って言うんだろうなって。アルビトロってどうせ言ってんだろうっつって。で、後々記事見たら、案の定審判が、ああ、やっぱりみたいな。いや、まあ、パリ戦に関しては確かに審判がって言いたくなる気持ちわかるよ。だってスアレスあれ、ダイブで退場だもん、まあ。そうですね、あそこに関してはですね。スアレスがダイブして退場だし、ディマリアのところは逆に PK 吹かれておかしくなかった。ああ、はいはい。あれは。ああ、そうですね。来シーズンですね、とりあえず。うん。来シーズンな。どうなるかですね。なのかな、マジで。イニエスタ帰ってこねえかな。まだあと 2,3 年は日本で見たいって気持ちはありますけどね。ちょっともうイニエスタに帰ってきてもらって全員の襟正してもらってみたい。お前ら何やってんだっつって、イニエスタとシャビとプジョルにバカ野郎っつって全員頭ひっぱたかれた方がいいよ。今バルサに関わる全ての人が本当に切に願うよ、俺は。手遅れになる前に、いや、もう手遅れかもな。もう手遅れですよね。やめろ。もう手遅れ。こっちから見ても。一応チャンピオンズリーグベスト8だぞ、こっちは。あ、すいません。13年連続ベスト8だぞ。2年連続ベスト16。すいません、3連覇してますんで。3連覇してそれまで。13回取ってるし。はい、あ。ああ、バルサはやっぱ今年は CL ですかね。やっぱどうしても欲しいのはもう。本当に、なんかもう別に、なんか、ね、なんか、セティエン切るとかってなってるけどさ、シャビが帰ってこないって分かってる状況で、会長戦残り1年でセティエン切って、誰を監督にするのって思うもん、俺。まあ、なかなか、難しいですよね、そこは。切られること分かってて、誰も監督やってくれないでしょって思う。はい。確かに。まあ、まあ、アレグリか、ポチェッティーノかって思うけど、でもポチェッティーノはあれはそもそもペリコだから、多分バルサの監督はやってないし。はいはい、だって現役の時もエスパニョールだし、引退して監督でもエスパニョールやってるから、多分ポチェはバルサには来ないから。はい。ってなったら、難しいですね。いねえ、マジで。はい。いや、マジでいない。いや、俺根本的に考えたら、もうそもそも俺バルベルデ連れてきた時点で間違ってんだって思ってたけど。まあそこら辺から崩れ出した感はありますよね。でもバルベルデ言って悪くはなかったよ。だってリーグ、まあそうですけど、リーグ2連覇。コパも1回目は取ってるし、
チャンピオンズリーグ2年連続であの負け方はないなとは思うけど、まあそこまではいってますからね。だしまあね、言ってまあ去年リバプール優勝してるしね、負けたけどリバプール負けた、リバプールに負けてリバプールがそのまま優勝してるから、リバプールが、去年のあそこら辺の時期からのリバプールは本当にスーパーチームだったから、なんかだしね、言って今年だってさ、バルベルデキルバでだってさ、クラシコ負けたわけじゃないじゃん、あれだって負けたわけじゃない。まあ引き分けでしたからね。公共試合でアトリティコに1試合負けただけじゃん、言って閉じったよね、フロント完全にあれバルベルデ切ったの。まあまあシーズンのあれもあったんですかね、やっぱり。いやだってバルベルデ切った時セティエンかパコヘメスだなと思って、うわどっちも嫌だって思ってたらセティエン来ちゃったからアレグリ来るかな、いや来ねえよな、アレグリこのタイミングはと思ったもん。アレグリクラスが途中であんだけゴタゴタしてるチームに来ねえだろ、いくらバルサでもって思ったもん。はい、で案の定さ、セティエン就任ってなってすぐにさ、セティエンファーストチョイスじゃないで、なんか3番手だった、はい、4番手だったってなったじゃん。はい、だよなと思ったもん。そらセティエンがファーストチョイスで監督人事やったらやべえよって思ったもん。セティエン否定するわけじゃないけど、やべ、マジで口が悪いね。やばい、こんなにバルサの口喋れるの多分生まれてこの方ないと思う。もうちゃんと応援してあげてくださいよ。ライカールトの時もあのルイスエリケの最長の半年も多分ここまで口出なかったよ俺。うちは、そうですね、まあ、もう2年前、クリスチャンの抜けて苦労したんで、まあ、そろそろもバルサがちょっと味わってるのを見るの面白いなって感じですね。ね、せっかくクリスチャン抜けてさ、あ、これでマドリーがチャンピオンズリーグ取れなくなると思ったのにさ、はい。ね。なんか、ね、なんかこれがさ、マドリーに直接さ、止められたならいいんだよ、まだ、リーガの優勝。はい、クラシコで直接対決で負けて、土壇場の。はい。で、首位ひっくり返って負けましたとか、コパもマドリーにやられて負けましたとか、なら納得いくんだけどさ。はい、ね、どっちもちげえじゃん今年。そうですね、だってクラシコ2回終わった時点で首位にいたのはバルサだったわけで、ってことは、はい、そこから取りこぼさないでちゃんと勝ち続けたのは取れたわけですよ、リーガを。まあ、結果論ですね。結果論納得いかないよね、マジで。はい、まあ来年頑張りましょうまあ頑張るのは俺じゃねえけどな。まあ愚痴言わずに応援頑張りましょう。まあとりあえず今週末バイエルンになんとか、もうどんな手段使ったっていいよ、やっぱそこですね。バレなきゃ、はい、バレなきゃどんな手段使ってくれたっていいよ、正直。はい、それが全てだから、いいよ別に。もうあの特攻要員で出場停止になっていい選手をわざと使ってあの開始早々レバンドスとかニャブリの足を折りに行くとかでもいいよ、もうこの際ぶっちゃけ。それはまあ、いやフェアプレーでいきましょう。フェアプレーでどんな手段だっていいよ、やってくれて。もう蚊帳の外なんで僕はもう見るの楽しんどくんで。まあ暴言だけどさだって殴り勝てないもん今のバルサ、前みたいに。
はい、殴り合いに持ち込まれたら負けちゃうから、まあね、頑張ってください。僕はそうですね、まあ、そうだな、パリあたりが優勝してくれたら面白いかなって感じですね。CL の話になっちゃいますけど。まあ、バルサがダメならシティかアトレティコだな、俺は。買ってほしいのは。まあ、そんなとこだね。なかなかだけど、はい、まあ。とりあえず、せいやさんからしたらもう週末がやっぱ勝負ですね。そうです。はい、僕もまあその試合はおそらく見るので、またそれについて機会があれば話しましょう。そうだね。次の収録の時は多分、はい、あのもっと早く暴言を浴びせる可能性があるな。次へ暴言を構えてきますか。あの、みんながこの野郎っつって、あの意気揚々と喋ってベスト4でシティに負けるか。あ、それはそれで面白いですね。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Facebook、インスタもやってますので、フォローよろしくお願いします。 LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。